皆さん、こんしましーま、ニャンティスの新猫好きです。学校でやった怖い話、実況プレイ、やっていきたいと思います。はい。前回はですね、赤い表紙の謎の教科書の話、やっていきましたけれども、まあ、ちょっとこう、まあ、やっぱり過去を変えることができないっていうことで、まあ、ちょっとね、橋本さんを救うことは、結局できなかったんよ。なんだけど、なんかその後の話が見れるらしいということで、こちら、はい、隠しシナリオの隠しシナリオということで見ていきましょうかね。このね、赤い表紙の謎の教科書のその後の話気になります。では行きましょう。誰だ？いきなり。どうしたんだい？具合が悪いの？声をかけられて、周りを見渡した。なんか細田っぽいような気がするけどな。おう、試験会場？そこは、試験会場だった。ああ、そうだわ。私、この高校の試験を受けに来ていたのよね。え？高校試験の頃に戻ったよってわけ？答案用紙真っ白じゃないか。もうあと10分しかないよ。おお。やばいね。これも落ちたな。うん、これで三毛美は、この学校に入ることなく別の高校に行ってね、幸せな高校生活を送るのでした。感。ダメかな。聞き慣れた声がした。私はその男の名前を知っている。ん？これ先生じゃないの？ああ、日野先輩か。ねえ。しかもここでね、本名がちゃんと出てるっていうね。ちょっと美味しいね。日野貞夫。試験監督だったんですか？は？ああ、まあ、そうだけど。ねえ、君、大丈夫？気分が悪いなら、保健室に連れて行ってあげるよ。試験の方は諦めることになるけれど。まあ、しょうがないね。それも運命だね。大丈夫です。私は重い頭に手を当てた。今まで見てきたのは一体何だったのかしら。これ夢だよな、多分。夢？いや、ただの夢のはずがないわ。白チューム？白チュームっていうことはよ。やっぱり神前武術で、倒すしかないね。で、この話は一体もう何回してるんだろう。もう夢、どの実況でも夢ってなったらもうこのネタ振るよね。ね、岩井姫もよろしく。私は確信していた。この高校には必ず受かる。あれだしね、荒井さんの話でもあったしな。こう、生贄入れは必ず、通るっていうね、ここの高校。そして、私はここに通い、目の前にいる男に頼まれて、学校の七不思議を特集するんだわ。来るメンバーもわかっている。進藤誠、風間望、荒井昌司、トイレ、岩下明美、福沢玲子。
それから いや、もしかしたら全く別の人が来るのかもしれない。あと5分です。日野先輩がみんなに告げた。やべえな、これはちょっと真っ白の状態だと、もう適当に書くか、もう諦めるかだな。あと5分。そうだ、回答を書かなくっちゃ。なんでここのチャーのところね、前の行に収めれんかったんやろ。まあ、こういうミスもあるんだろうね、きっと。回答？回答なんてないわ。ルパン？最近はね、冷凍食品もね、ちゃんとね、進化しているからね、回答しなくて OK みたいなのもあるからね。この学校に何の回答があるっていうの？机の上に目を通すと教科書が載っていた。これカンニングになっちゃう？これはきっと私にしか見えない。誰も騒がないもの。それがなんかねえ、挟んであった答案用紙。まあ、答案用紙じゃなかったけどね。ねえ、だったりするっていう、まあ、よくわかんないストーリーかもしれない。日野先輩だって何も言ってなかった。やっぱ、見け見にしかまだ見えないやね、これは。それとも、これを置いたのは彼？あの人はすべてを知っていて、試験監督になったのかしら。今は考えていられないわ。教科書を開くと、試験の答えが書き込まれていた。おーっと、これはカンニング？やばいね。日野さん、なんであいつあんなに筆やすら書いてあるんだ、白紙だったぞみたいな。ええー。まあ、もしくはこう、適当に書いているな、みたいな感じで思うか、どっちかやな。私はそれを次々と写していく。もうもろにカンニング、アウト。すごかったね。最後の5分であっという間に解いちゃって。ドラえもんの道具とかあったらね、スラスラいけるんだけどね。なんかこう、電子頭脳がついてる鉛筆みたいなやつ。答案用紙を集めた後、彼は私のそばに来た。そらぞらしい、そらぞらしい？ん？え、普通なんか、しらじらしいみたいな感じで、言うんじゃないのかな、こういうのって。そらぞらしい。そらそらしい。うん、ちょっとわかんねえな、ちょっと。ね、後で調べて、ちゃんとね、編集の時にテロップ載せとくよ。もうわかってるくせに、この野郎って。殺人クラブの先輩のくせに、って。俺、日野って言うんだけど、新聞部なんだ。入学できたら声をかけてよ。君みたいな人がうちの部に来てくれたら。ええ。よろしくね。そうだ、君の名前は？全然全世界。猫好きミケミです。ほう、変わった名前だな、みたいな感じで言わないんかーい。
ちょっとインパクトあるやろ、その名前、みたいな感じで、思わないんだろうな。うん。いつか、日本人の中で猫好きっていう名字の人がね、いてくれることを俺は願うよ。日野先輩は廊下に出て行った。試験監督は教科ごとに変わる。ちょっと噛んでしまった。次に来た監督は見たことのない人だった。多分ね、庵野秀明とか、さ、宮崎駿とか、さ、そういうのなんだろうね。あと、細田守。あれ？細田。私は、各教科の答案用紙を早めに埋め、あとは、彼らのことを考えていた。彼ら。そう。私と共に七不思議の会を過ごした彼らのことを。試験が終わった。どうしよう。すぐに家に帰るべきかしら。それとも、てかあれだね。教科書を机の下にすげえ入ってんな。手前の机。新聞部の部室に行く、旧校舎に行く、家に帰る。そうね。まあ、家に帰るか。もう、ね。帰って、ちょっと一旦休んで、考えよう。家に帰ろ。私は、この学校に通うんだもの。いろいろ見て回るのは、それからでも遅くないわ。今日はゆっくり休むの、もうゆっくり休んでもうね、ね、ゲームしたいですって。試験のためにゲームを封印していたんだって。その夜は、旧校舎の夢を見た。おう。なんか、新しい、写真だな。旧校舎が取り壊されている。痛い、痛いって泣いている。それとも、泣いているのは別の人？どうしたの？何を泣いているの？声をかけられて、目を覚ます。ああ。福沢さんだったのね。これあれやね。この絵は、確か殺人クラブの時にこう、ね、おじいちゃんのこと描いとった時の絵だよね。福沢さん。みきみちゃん、短い間にいろんなことがありすぎだよ。今日はゆっくり眠るんでしょ？それでいいじゃない。何も考えずに眠ろうよ。私、試験中に福沢さんたちのことを考えていたわ。なんであけみじゃねえんだよ。そうだね。知ってたよ。でも、もう考えないでいいよ。どうして？ここは夢でしょ？何があっても現実じゃないんだから。深く考えないでいいの。殺人だって、自殺だってできるよ。もちろん、静かに寝ることもね。何の呼びかけだったんだ。福沢さんの手が
静かに私のまぶたに触れた。そして私は再び目を閉じる。次、明美出てくんねえかな。誰も出ないな。冷たい雫が上から頬に落ちてきた。ごめん、なんでもないの。泣いていたのは福沢さん？雫は止まらない。ポタポタっといくつもの雫が私の頬に落ちてくる。まるで雨の日に空を見上げた時のようだった。ねえ、明美は雨の日は傘もささずにこうそのまま帰るんだよね。雨に濡れながら。そばに何人もの人の気配を感じた。みんな泣いているの？川原さんもいるのかしら？そうだよ、川原さんと橋本さんの話なんだよ。ねえ、まだ、ここに来てないよ。今日は眠ろう、ぐっすり。私は再び急行車が泣く夢を見始めた。なかなか白昼夢からは出られんのか。たくさんの人の手によって取り壊され形がなくなっていく。人の死もこういうものなのかしら。形がなくなった後はどうなるのかしら。そうだわ、目覚めたらまた考えようね。ミケミは考えるのをやめたって。毎日考えていればそのうちわかるわ。私は深い眠りに落ちていった。今度こそおやすみ。はい、ちょっと謎すぎる終わり方やったな。なんか、川原くんとね、橋本さんの下りに関しては特にないわけ？あれか、もう、あれは関係なくて、もう、ミケミの過去っていうことの話になってんのかな。まあいいや。まあ、分岐すればなんとか、変わるはずだ。急行車に行ってみよう、今度は。急行車を見に行こう。なんか荒井さんっぽいけどな。そこは立ち入り禁止ですよ。聞き慣れた声。背後にいるのはきっと荒井さん。うん。ねえ、当たった。ええ、知っています。私はそれだけ答えて中に入ろうとした。無視。荒井さんの忠告無視。中に入るおつもりですか？あなたは知らないかもしれませんが、そこにはいろいろな噂があるんですよ。知っています。もう、何回も急行車の話を聞いたと思ってんだ、この野郎。こっちとら。急行車のことも、あなたのことも、ご忠告、ありがとうございます。てかあれなんだね、荒井さんの立ち絵はないの？
私はそれだけ言って中に入った。割と明るいな。やっぱり昼間だから。背後から足音がついてくる。え、新井さん？結局ついていくんかーいって。案内しますよ。あなた、試験を受けに来たんでしょう。この学校のことをあまりよく知らないでしょうか。新井さんだった。ルートによってこう、案内する、したりとか話すキャラが変わる感じ？明美と話したいな。そうですか。いろいろ教えてください。まあ、もう仮面の少女は外せんやろ。旧校舎の廊下には古い木の匂いが充満していた。そこに10万が落ちていたらいいのに。鼻が埃っぽくなっていく。それもまたね、埃になっていくんだぜって。不意に背後の足音がもう一つ増えた。え、誰だ？校長か？どなたですか？ああ、これはもしかして？私、誰でもいいじゃない。おう。あけみ？おう、ビジュアル出して。おう、あけみ、あけみすわんだわ、もうやったーって。私は無言で廊下を歩いていた。ねえ、そのまま、わーいみたいな感じで、ねえ、たむれてよ、たむれてよ、みけみ。反応してやってよ。しばらくして、すぐに廊下の端にたどり着いた。荷車ねえのかなぁ。おう。目の前の階段を上がる。ね、13段だったら赤ちゃんが出てくるんだろうな。どこに行くんだい？ああ、これはこれ全員出てくる感じかな。背後から、また鼻にかかったような声がした。どこに行くんだい？みけみちわん。って。風間さんね。多分、これは、あいつだね。試験に来たの？大丈夫？きっと受かってるよ。僕も、受験の時は不安だったけれど、なんとかなったしね。まあ、お前あれでしょ？中野くんを犠牲に、ねえ、なんとか受かったんやろ？トイレマンだわ。なんで黙ってるんだ？新藤さん。新井さん、明美、で、風間さん、で、細田、新藤、福沢さん以外が今出てるんか。背後の足音が一つ一つ増えていく。彼らは決して私の前に姿を現さない。声だけがするっていうことなんか。でもなんか後ろを振り向いたら別の人だったみたいな感じ。マジで。送り犬的な。私たちは本当に一緒に歩いているのかしら。明美かな？明美じゃねえか、三毛美か。明美はストッキング入ってるからね。階段を登り終わると、もう一つの足音が聞こえてきた。福沢かな？廊下から誰かが走ってくる。
あれ、あなた誰？福沢さんの声だわ。おう、ねえ、オールスター揃ったな。これで坂上くんがおったらいいけどね。試験受けに来たんでしょ？私もや。お互い合格しているといいね。ええ。私は歩き続ける。どこまで行くんやろな。階段を過ぎ、2階の廊下を歩いていく。背後の足音も相変わらず続いている。なんかほんとあのドラクエみたいな感じやな。ねえ、ミケミン戦闘でね、後のパーティーはこうね、アケミ、アライさん、ね、シンドさん、カズマさん、細田、福沢みたいな、ね。なんかこう、ねえ、エンカウントしそうだな。振り向いてみようか。後ろにいる5人は本当に毎日この学校に通っているのかしら。ああ、そっか、福沢さんは、同じやけね。試験を受けに来たけね。私は黙って振り向いた。あら、荷車があるな。その途端、背後の足音が止む。やっぱ声だけだったんかな。目の前には誰もいなかった。さっきまでのは、幻聴？新井さん、この学校のことを教えてくれるって言ったじゃないですか。私は一人で呟いた。福沢は、あれも幻聴か。いや、私はもう教えてもらったはず。彼らには、ちゃんと学校のことを話してもらった。まだ、聞き足りない気はするけれど。全ルートは通ってないんだよな。この学校に入ればいいわ。そしてまた始めるの。学校であった怖い話を。この異質な空間、奇妙な時間を。あるいは私の運命を。まあ、そうなるか。はい、じゃあ最後の選択肢。これは、あれなんかな、こう、この3つだけなんかもしれないね、選択肢は。今回は。じゃあ、新聞部の部室に行ってみようか。新聞部の部室に行こう。日野先輩にはこれから何かとお世話になるのだから。朝日奈さんとかいるんかな。挨拶は早めの方がいいわ。部室の場所は分かっているんだし。新校舎の廊下を歩く。七不思議を取材するために、この廊下を歩いた時のことを思い出す。何回も通ってるだろうけな。ちょうど、今のように、どんよりと曇った夕方だった。あの時は、不安でしょうがなかったけど、
なんか絶対食われるやろこれ。やばいなぁ、BGM 的に。あの、これ殺人クラブじゃない？BGM が。やばいな、死亡フラグが立ったんじゃない？待っていたよ。やっぱり、彼はいた。私、新聞部に入ります。そうだな。そうだと思っていたよ。彼は驚きもしなかった。これなんか殺されそうだな。なんかBGM の感じから心なしか雰囲気が違う。優しい試験監督のようにしていたのは全て演技だったのかしら。そんなに演技がすごいんだったら演劇部に入ればいいのに。ね、アケミと一緒に演劇ができるぜ。私をここに呼んだのは誰なんですか？呼んだ？バカ言っちゃいけないよ。お前は自分で選んできたんだ。私が選んだ？お前は一人でここに来た。七不思議の会にも一人で参加した。みんなお前が望んだことなんだよ。なんかやっぱり日野さんもこのこと知ってるんか。どうしてそんなことを言うんですか？七不思議の取材をしろと言ったのは日野先輩です。嫌ならやめればよかったじゃないか。七不思議も最後まで聞かなければよかったじゃないか。お前は最後まで聞いた。そして奴と出会った。奴とは河原さんですね。運命だとは思うなよ。お前は自分でここに来たんだ。彼はあれでよかったんでしょうか？それは川原が決めることだ。私はこれからどうすればいいんでしょうか？それは自分で決めろ。わかりました。新聞部に入ります。まだ入学すらしてないけど。それが私の答えです。それは答えとは言えない。答えなんてないんだよ。お前だって試験中にそう考えていただろう。あ、丸写ししてたし。私、そんなことを考えていました？真似してやろうか。日野さんによるモノマネ？お願いします。ね、どんだけ、ね、ミケミに似てるか、ね、やってみろよ。
これは日野さんがあれなんだよね、ミケミのモノマネしてるんだよね。そうだわ、怪盗を書かなくっちゃ。怪盗？怪盗なんてないわ。この学校に何の怪盗があるっていうの？似てないですね、怪盗なんてありません。5点。分かってないよ、お前は。何にも分かってない。俺のモノマネの良さを。分かりました。私は何も分かっていません。そうだ。だからここに来るんだろ。ここに？やっと殺人クラブのBGM がなくなってほっとしたけど、日野先輩はじわじわと消えていった。実体じゃなかったのか。私は何もわかっていない。だからここに来る。ここってどこだろう？新聞部に？それとも学校に？あるいは、ん？部室から去ろうとすると誰かにぶつかった。誰だ？痛いよ。新キャラ？朝比奈さん？それとも坂上くん？ああ。これが本当の日野さんやね。おっと、ごめん。ああ、猫好きさん。さっきの試験監督だわ。日野先輩の顔をしているけれど、これは本当の彼じゃない。わけがわかんないよ。どっちが本物の日野先輩なんだ？何？部室に来てくれたんだ。ありがとう。合格するといいね。また、優しい人の仮面をかぶっている。その、ね、仮面の中はね、宇宙なんだろうね。絶対大丈夫ですよ。頼もしいな。私は日野先輩に尋ねた。一つ聞いてもいいですか？何？私は何も分かっていないんです。そういう時はどこに行くものなんでしょう？突然、彼は嫌な笑いを浮かべた。何ですか？返事はなかった。彼は黙って歩き始める。なんだ？わかんないからごまかしてんだろう。そうか。人にもわかっていないんだわ。私は彼と反対の方向に歩き始めた。入学したらすぐに新聞部を訪ねよう。そして素敵な後輩として日野先輩に接しよう。彼が演技をするなら私もそれに応えなければならない。おう、
あけみ、この、なんか、ねえ、タチウは、は、なんか笑っているでちょっと笑ってないね。また会いましょうね。どこからか、アケミンの声が聞こえてきた。姿を見せて。おう、ツーショット。僕は怪盗を見つけていますよ。僕は僕なんです。それが僕の答えです。アラエさん。ナコスケさん、迷ったら友達に相談するといいよ。僕でよければ相手をするし。トイレマンね、却下。なんとまあ、異様なツーショットやな。なんてるんだよ、バカバカしい。わからないことをいつまでも考えるなんて無駄さ。そうそう、楽しくやろうよ。風間さん、それから福沢さん。猫好き、俺たちはいつでもここにいるぞ。なんで新藤さんの文章はなかったんだろう。ここってどこかしら。私は頭の痛みをかばいながら出口に向かって歩き始めた。